第2章調和道丹田呼吸法のやり方。丹田は東洋医学で下腹部にあると考えられている生命エネルギーの中心です。丹田の誠は東洋医学では水銀化合物を意味しており、不老長寿の妙薬とされています。また、丹田は別に九味丹田とも呼ばれています。丹田は細か3寸5分約 10.5 センチメートル、また九味は細か1寸5分約 4.5 センチメートルに存在するとされています。丹田の部分には通常では目に見えない気のエネルギーが充満していると考えられています。この部分は解剖学的に表面には皮膚と腹筋があり、内部には小腸があります。千島学説では小腸で造血が営まれているのですから、九味丹田とは、小腸の造血作用を象徴的に指し示しているのではないかとも推察されます。腸で作られた血は全身を巡りますから、九味丹田を活性化することは、全身を巡る血液の活性化につながるのではないでしょうか。この丹田を呼吸法で鍛錬することにより、病気に対する強大な抵抗力が生まれます。場所は、できるだけ静かなところで、新鮮な空気に満ちた風通しのいいところが最適です。屋内でも屋外でも構いません。温度は、あまり暑くもなく、寒くもないところで、できるだけ薄着で行います。満腹の時は、酒、食後は、最低1時間置いて行います。がんの治療として行う場合は、1日最低30分くらいは行うことが必要です。15分を1日朝夕の2回行ってもいいでしょう。丹田呼吸法を行って、あと少し休んでから後に述べる気功やヨーガを行うとより効果的です。以下に述べる呼吸の回数や時間は、体調によって多少は増減させても構いません。第1節上虚下身の基本姿勢。丹田呼吸法は、普通は座って行いますが、立った姿勢でも構いません。座り方は、正座でもあぐらをかいても、椅子に腰掛けても、自分に適した座り方でいいでしょう。椅子姿勢の時は背もたれを使わないで、なるべく浅く腰掛けます。両足を少し開き、足の裏を地につけてください。目を軽く閉じて、普段は、外ばかりに向いている意識を自分の体の隅々まで全体に行き渡らせます。心臓のドクドクという鼓動、手足のピリピリした感覚、腹の内のグーグーいう音、頭の中のシーンという音などに意識を向けるといいでしょう。呼吸法に入ったら動作を行う場所に意識を集中してください。顎を引いて、甲、首筋の後ろを伸ばし、首と肩の力を抜いて、ふっと息を漏らして胸部をリラックスさせます。これをもきと言います。腰を立て、腰で腹を押すようにして、下半身をしっかりさせて、その上に上半身を乗せます。丹田呼吸法の姿勢は上虚下身と言い、上半身の首や肩の力を抜いて上半身をリラックスさせ、下腹部に圧力をかけてどっしり安定させ、丹田に力を込めるのが基本です。禅の大家である白隠れ、禅師は、おおよそ生を養うの道、上部は、常に清涼ならんことを要し、下部は、常に温暖ならんことを要すと述べています。生命を健康な状態にするには、上半身は、常にすがすがしく涼しい感じで、下半身はいつも温かであることが必要であると述べています。これが上虚下身の姿勢で、昔から頭関足熱というのも同じ内容を表現しています。この上虚下身と反対なのが、やっこ攻めと言い、便秘の時にトイレで息むような状態を言います。息を止め、胸と腹に圧力をかけることです。やつ攻めの時は、腹部だけに圧力がかかると思っている人が多いのですが、実際は、上半身にも力が入り、頭に力が入れば、脳出血などの原因になり、胸に力が入れば、狭心症や心筋梗塞の誘因となります。上虚か身の完全姿勢には大切なポイントがあります。押す、引く、張る、漏らす、巻き上げ、気を満たせ、腰を砕くな、猫背禁物の8ポイントです。1をう、す、腰で下腹部を前に押すような感じにします。骨盤を前に押し出すようにして、丹田を前に突き出します。過度にならないように注意します。2、く、上腹部をぐっと後ろに引きます。3、張る、下腹部は膨らませます。4、漏らす、胸、肩、首など上半身の力を抜いて息を漏らします。5、巻き上げ、外見上、みぞおちの下に隠れを作り、下腹部が引き締まって張りがあるようにします。6、気を満たせ、下腹部丹田に気を意識して、精神を集中します。具体的には、実際に見るわけではありませんが、目で下腹部丹田を睨みつけるように、心の中で思うか、下腹部丹田あたりが熱いと感じるように、心の中で意識します。七、腰を、砕くな、腰を前に押し出して、いつも下腹部を張り出しているような心持ちでいることが大切です。8、猫背禁物、背骨を自然の状態に保ち、背中を丸くしないようにします。日常生活の中でも、上虚か身の姿勢を意識して、この姿勢を取り続けることが、健康維持に、ひいては、がんの治療に重要です。仕事で、つい上半身に力が入りがちなのを防止し、肩の力を抜き、首のこわばりを除去し、上半身をすがすがしく保つためには、上半身には余分の力を入れずにくつろぎ、肩や首の筋肉はいつも自由に動かせるようにしておくことが大切です。これに対し、下半身は呼吸の時に丹田を意識して、どっしり力を入れ、温かく保つことが必要です。どんなスポーツでも力まず、肩の力を抜き、足腰をどっしり安定させることが重要なのと全く同じ原理です。第2節、ゆる息。ゆる息は、一つの呼吸法から次の呼吸法に移るときに行う、リラックスした呼吸法です。全身の力を抜いた状態で、緩やかに息を吸って、また、緩やかに息を吐いていきます。まず、膣のあたりを軽く膨らまし、上に上げるように息を吸います。そして、膨らんだ胸を元に戻すとともに、軽く前屈しながら息を吐きます。最初の吸気を長くして、それから短く、呼気、吸気、呼気、吸気と最後に長く呼気を行います。普通は3回行います。一息ごとにリラックスしていくのを感じてください。ある呼吸法を行ったら、必ずゆる息を行い、リラックスすることが非常に大切です。せっかちに、次から次へ呼吸法を行うのはよくありません。第3節、静止。静止とは思いを沈めるということです。静かに座り、軽く、目を閉じまたは、薄く目を閉じた半眼にして心を落ち着け、何も考えないようにして雑念が浮かぶのを防止します。丹田呼吸法の開始と終了の時に、それぞれ1分程度、静止を行います。終了時の静止では、1日の反省と感謝をしてください。静止は、瞑想法の一つで、後の精神療法の準備となります。第4節、基本動作。胸、腰、背中の筋肉の伸展や、収縮の繰り返しの動作で、その部分の血流を良好にし、筋肉の柔軟性を高め、背骨の動きをしなやかにします。特に、第2腰椎から第5胸椎に至る背骨の動きに意識を集中してください。これは、次の A から D の4つの動作からなっています。A を落とす、基本姿勢から骨盤を少し後ろに倒しながら、胸郭を垂直に真下に沈めるようにして、腹部に乗せます。こうして、上腹部腹直筋、いわゆる腹筋を緩めます。B 曲げる、落とした姿勢から、もう少し、みぞおちをほぞに近づけるように前屈します。背中の筋肉が伸展するのを感じてください。この時、みぞおちをくぼませるのですが、右図のように、両側の肋骨角横腹で、肋骨の最下端を結ぶ線にくくれを作り、この部の腹部に凹線を作るようにイメージするのがコツです。この線を屈折線と呼びます。C を起こす曲げた姿勢から骨盤を落とす時より、上半身をゆっくり大きく後ろに倒して、上体を垂直に起こします。この時、みぞおちの下にくくれを作るようにして起き上がると、上体が浮き上がったり、後ろに開かずに済みます。D 伸ばす、起こした姿勢から、ゆっくりと骨盤を起こして腰を伸ばします。それから、腰の上部から、肩甲骨の下部にかけての背中の筋肉を収縮させてください。この基本と動作は、脊柱の動きを確かめながらゆっくり行います。特に落とすときは、トシンと落とさないように注意してください。